矢野岡さん、カメラ回しました。回しましたじゃない、ちょっと待ってって言ったでしょやっぱりあの野岡さんのスタートって歯磨きからだと思うんですよ。男と会う日は、はい、まず歯ブラシから始める。歯ブラシ、掃除に化粧して、ま、着替えて、また最後家出る前に歯を磨くから2回磨くんですね。2回磨く。じゃあもう今磨いてるってことは今日も空気を呼び出さない。皆様どうもこんばんは、桜井ののかです。びっくりだよ、挨拶が遅れましたちょで何撮るの、何を撮りたくて今来た。まあルーティーンを撮りたいなって思ってるんですけど。あ、ルーティーンね。歯磨きしてましたけど、お相手の方は決まってるんですか。決まってない。あ、決まってない。決まってないけど今日はやりたい。あ、まあ相手をこれから探して見つかるから歯磨き先にしとこう。そうで、今日はやるの。私がやるって言ったらやるんです。あ、今日エッチしたいなと思ってやれなかったこと一度もないから。え、いつもその男性の方のキャスティングはどうしてるんですか。いろんな人に送る。今日何してんの、今日何してんの、今日何してんのみたいな。なるほど、数打ち当たる戦法。両手ぐらい。なるほど。今日抱く男を見つけるモーニングルーティンを取ります。あ、はい。じゃあとりあえず、あの最近肌荒れがひどいので、ちょっとオロナインをさっきからずっと塗りたくってるっていう。オロナインマジ万能よ。1ミリにまで塗っちゃうから肌荒れがひどすぎて、全然こことここのカサカサが取れなくて、もう皮膚科行こうかな、皮膚科行くのめんどくさいなと思って、ここの肌荒れが一生治らないって言ったら、うちのフォロワーさんってめちゃくちゃ優しい人多いから、みんな言ってくれるの。それで一番多かったのがオロナインだった。うん、感じ返信来てる。返信来る。キャバ嬢のうちより返信が彼ら早い。多分干してんだろうね、私のこと。まあね、テクがすごいからね。仕方いし、あ、それだ、あ、鼻くそが鼻噛んだ後のティッシュ見つめんなよ。結構でかいの取れたのか。で、気づいたの、うち鼻毛の処理はしなさいしなさい、多分あのつくづく皆さんにお伝えしたと思うんですけど、はい、鼻くそね、うちこの間ここにめちゃくちゃでかい鼻くそついたの。だからさ、こうだといいんだよ、あーとかやった時にさ見える、はい、だから鼻くそは絶対チェックしてメイクする時にね。あの、まあ10名ぐらいその連絡を送るわけじゃないですか。どれぐらいの人数がこう今日いけるよって。半分ぐらいは帰ってくる。最初何々してるよとか、ののかは何してんのみたいな感じで来たらもう熱い。なるほど。うちがさ、エッチしたいなと思って今日何してんのって送った瞬間からもう選抜してる人間だから。順位はあるよ、さすがに順位あるから上から行くけど、別にあの誰でもいいんだよね、その順位だったらなるほど。でもか絶対ダブルじゃないですか。おじいけるよってなったらどうするの。最初雑談から始めるの。農家何してんのって言って、私は何々するよとか言って、そうなんだみたいな、常時何時までなのみたいなやり取りして、だから会うっていうのを入れずにその人が空いてる時間をとりあえず詰める。え、はしごする日とかあるんですか。はしご最近ないね。場所あったんですか。うん、だって歌舞伎町だよ、はしごすることもあるよ。その辺のクソみたいなキャバ嬢だと枕はしごしてんだって、うちめちゃくちゃするでしょ。まあうちは枕じゃないけど。だってうちあれ二十歳の成人式の時とか1日で3人やったもん。成人式の日にですか。そう、すごない。え、成人式の日ってだって式典があった後に、まあなんか集まり、あ、そうそう、そうそう、二次会で、あ、カラオケ、ホテルえ、全部別の人。当たり前。え、なんで、普通じゃない。普通じゃないか、ごめん刺激強かった、大丈夫。今ちっ勃起してない。いや、してないです。あ、もう今だって4人帰ってきてるもんね。え、歯磨きしてから。え、それぞれまあ10人いるじゃないですか、うん、どういう人なんですか。いろいろいる。でも最近ホスト少ないね。一般人だとルイ・ヴィトンでスニーカーとか買っとけやいいじゃん。ホストさんとかになっちゃうとエッチしてくれたからお礼でみたいな感じでシャンパンを入れに行かなきゃいけない。ちょっと楽しくなってやっぱ2、30万とかいっちゃうから、1回のセックの単価が高い。いや、もう十二分に高いですけどね、ルイ・ヴィトンのスニーカー。それは別に順位がどうこうじゃなくて、その子の生活基準って感じだね。でもさ、やっぱさ、うちちょっとさお金持ってる著名人の人とかいるじゃん。逆にやっぱおごってもらうパターンとか出てくるから、そうすると向こうがさ、はい、桜井なのか抱いたっていうこのスタンスがあんま好きじゃないから割り勘したいんだけど、お金持ちの人ってさ、女の人にお金出してもらうの苦手な人多いから、半分は自分でお金出したりとか、ちょっと貢ぎ物あげたりとかしたりとかして、あとの半分はなんか買ってもらいつつご飯までおごってもらって、なんならちょっと酔わないって言ってキャバクラとか連れてって自分の店じゃなくても使
付き合いあるところに連れてってってやって、そういう人たちはすごい 気をつけてるよ。2人だとまずいから、まあ、向こうに連れを2人ぐらい絶対連れてきたりとかする。で最後だけでもサパートから注意したんだけどね。してるじゃないですか。ちょっと待ってください。何？ふと目に入ったマグカップの写真か。あ、これね、ファンの子にもらってて、ね、いや、写真のチョイスも結構癖強いな。そう。え、もうメイク終わりですか、あれで。まあ、便利便利。これ、オープニングじゃないですよ。巻き戻ってないですよ。決まった。え、決まった。すみません、本当に何言ってるか分かんない。決まった。決まった。なんか男性ですか今日の。え、誰ですか、教えてくれるんですか。この間ドラマに出てた、はい、超有名俳優の、はい、なんです。やばいでしょ。マジっすか。うちのコミュニティすごい。あとでツーショット写真送ったけど、だってマネージャーその人のことをさ好きって言ってたよね。はい。え、めっちゃファンです。今度会わせてあげるよ。え、ほんまに言ってます。え、てか、うちの YouTube 見てて、なんかマネージャーもちろんいいねって言ってたから、はい、え、だから、あの、認知されてますよ、よかったですね。いやいやいや。え、めちゃくちゃ有名な人。よかったですね、僕が文春さんとは仕事してなくて。編集マンさんに、ちょ、よく言っといても絶対言うの。ちょっとこの部分だけ僕がフィー入れてから渡しますね。最近モテる。あ、昔からか。先選ぶか、ちょ、あっち言って。あ、終わりました。終わった。え、野岡さん今から出かけるんですよね今日。うん。え、なんでパジャマ着てるんですか。バカ。私服。え、とある有名サイトで第2位だった服、はい、もちろん1位も買いました。あ、そうなんですね、うん、今日これで外出されるんですね。そうだよ。いつもとなんか全然違う路線の服装だったんで。え、変かな。え、そんな服装だって着ているとこ見たことないですよ僕。だから逆にね。はい。あ、だって特別なのよと今日は。そう、寝室で着てそうな。まあ、このまま寝室みたいなとこ行くんで、どっちにしろ。あ、ほらほらほら、来た来た来た。もしもし。あ、どうする結局。あー、はい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 。はい。あー、じゃあ先にいいよ。うん。はい。じゃあとりあえず。今のジェスチャー大丈夫ですよね。てか今電話から変わってあげればよかったね。ごめんね。これ絶対後で言われるんだろうね。絶対俺の時じゃん。いやね、さすがにバレそうです。絶対バレると思う。だからほぼ見てるの。まずいね。なんだかんだうちマネージャーにちょこちょこ言ってるよ。いやでもそんなネームバリューやばい人は。はずだった。いや、そんなことないと思う。いや、僕が好きやから、あ、余計にやと思う、うん、いつも、って言うよね。おかずにしなよ、両方の顔知ってるわけだから。じゃあこれ最後目につけて、あ、まとめじゅですね。まとめじゅ、まとめじゅいいよね。なんか街中で使ってる人をすごい見かけるようになった気がします。うちのおかげじゃん。でも絶対そうっすね。超褒めるじゃん。大丈夫、そんな褒めなくても今度合わせてあげるよ。皆さん今回の桜井ののか TV いかがだったでしょうか。ちょっとね、私は本当に巻いてるので今日はこのまま退散したいと思います。本日のこの動画がいいなって思った方、ぜひともチャンネル登録、そして高評価、コメントの方お待ちしております。インスタグラム、ツイッター、TikTok の方もやっておりますので、そちらの方にもぜひ遊びに来てください。桜井ののかでした。じゃあねー。